はい、どうもこんにちは、ティアソニーです。今回グレイス使って遊んでいこうと思います。今回ついに、虫ですね。海の生物からついに虫、昆虫モチーフなのかになってしまいました。まだ言うてもあれか、ローズマリーとかもあれだっけ、昆虫、いや植物か。だから意外とグレイス陸上生物になりがち。しかも今回レディーファウルを、いいね、この湿気を踏んだことによってどっちに行ってるかがすぐわかる。これこっち、あ、今席使った。今ねボディ感じた。一瞬ボディ感じるよね、このキャラクター触れた瞬間に。こっちかなみたいな。あれいないわ。あれ向こうか。あ、今のブーって言って、もしかしてあっち。やばい、初めてだレディーファウルチェイス、おもろ。意外と騙されるね。グレイズだったらこれ湿気エリアでさ、範囲囲めるから、これ30に入れて出たって止まってるってことは出てるよね、こっち側と。でこれがあれか、あ、そっか、 100% だと通知はいかないっけ。で揺さぶりながら今回池を採用してきました。でここは通らないよ。ここも通らない。いるくですよ。オッケーこれ届くんだやめてよしよしよし。いや池に外れ使いたかったけど、まあまあいいでしょう。まあ、グレイスね、グレイスと池の組み合わせどうなんて話じゃないですか。まあツイッターで投稿したみたいな面白グレイス池すごいっていう場合はできるんですけど、実践的では全然ないという悲しい。いやでもね、マップ相性的に園地とか村ならワンチャンあるワンチャンがある。じゃあまあそれを今回試していきたい。まあ、絶対鬼没でほぼほぼ良さそうな変はしてるんだけど、まあマップ的にね、まあこの池も本当にあれだから、マップだから、基本はマップいいとこだったら OK みたいな、強いみたいな感じはある。使わないか、なるほどね。いや使ってほしかったな、ここで使ってくれる方が2回目これ救助絶対来れちゃうな。まあ、リビーファウルはこの捕まってる最中は40分のクールタイムが上がらないので、まだ透明化することはない。 OK よし、びちゃびちゃにしてやりました。で向こう側に、これそうなの、キーパスダウン確定してもこれ発動しちゃうの、これ欠陥だろこれはマジでかわいそう。だから、ね、若干足音聞こえるようになった。前ね足音とか音とか全然聞こえなかった、今足音聞こえたな。どうなの、偽の足音か分かんないけどこれさすがに欠陥すぎないかなんでさ、他のサバイバー、まあ、他のサバイバーと逆がダウン確定したらスキル溜まりませんっていう感じで止まるのになんか レディーだけダウン確定してもスキル発動するんだけどね。呪術師とかさ、スタン溜まんなくなるじゃん、占い師とかフクロウも。ただレディーだけ溜まってしまうっていうそんなことある、これいけそうじゃね。はいはい、オッケー。フラホね難しいよね、グレイさん合わせんの。もう椅子前で微動だにせず付与されないことを祈るしかないからな、かもう磁石ぶっぱなし、それしかないからな。オッケー。で、しかもここから池がまた上がってるから、これ、悪さできるな。この辺適当に突っ越えてもいいし、なんかダウン取るぞだったら来たダウン取って池で戻るみたいな、そんな感じにしようかな。あ、行ってる。待て。さすがにこれダウン取りにはいけないから、ここだけ囲まさせてもらって、これで戻ろう。行け !OK。まあ、とりあえずこれで、あ、来たの方には入んなかった。まあ、いいや。うわぁ、いい酒。あ、でかい、この返し。あ、池、あ、今池使えばダウン取れたかも。あ、これ絶対池使っとけば、鬼没みたいな感じでダウン取れた。今、ちきりました。まあいい、じゃあ、ちょっと使うわ。ここの暗号機だけ上げなかったらいいわ。はい、これでエリアを囲みながら、はい、生成しながら戻るわ。この、豪快暗号機守り。まあ、あそこの暗号機まで寄せればいいじゃんって話ではあるんだけど、まあいいのよ。まあいいのよ。時短。で、こっち側を投げて、なんかこの部分はさすがに強化入りそうだな。レディファールを実際に実践使ったら意外と回復の部分とかで全然貢献できる強さしてるんだけど、さすがに今の部分はなんか他のサバイバーとか比べてもちょっとかわいそうな感じをした。これいける？見た。あ、フラホも使った。でかい。これもうもう相手に付き合わない。もう付き合わない俺は。ここで待ってるだけ。あ、飛んでるわ。今回アリンしてきたんですよね。マスターのコントロールさん、左下プラスコントロールさんにしてきました。コントロールアンチの俺が珍しく振るもんねえなと思って打ってきた。ちょうどでもよかったんだけど、はい、この坊主貫通強化で、まあ場面には回復されちゃうけど、こっち側じゃないのか。一瞬耳鳴りしたんだよな、奥の方じゃなさそう。こっちじゃないか、反対側か、終点のサイド。いやこれ暗号機地獄の今回、あ、1台はでも残してたんか、偉いね。サバイバー反対側は残るように回しには来たものの、
あそこを一生実機で守ったせいでどうしようもできずっていう感じか。はいはいはい、ここボディーブロックしたい。待て、おし、回収は入ったけど、うわ今足元でもう一回くるってすれば一気に100枚になったかな。ダウングレだ。まあまあこういうことありますよね。よし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 。いやグリース、まあね、マジで本当にグリースを3倍強く使う方法で、あれなんだよね、強波というかこの回遊モード、回遊モードから戻るタイミングで板に入って板倒しをしたいタイミングで板封鎖っていうボディーブロックができるようになると、マジでこの回収が3倍強くなる。マジで。で、ここも全部囲ってるから、ここの板とかで読み合いたい記者に対して、何にもさせず、やりきる。やべ、俺、これどこで段階だっけ？こっち側だっけ？あ、今いた？なんか弾けた。あれか？記者の幻影が弾けたか。ああ、まだそこいた。これ50入って、70ぐらいにはなるんじゃない ?80。いや、ワンチャンそっち側行ったら、さすがにか。さすがに無理か。まあまあまあ。これ板食らいながら見てください。うわっ、欲しい、最悪。板のここで食らいながら相打ち湿気不要やりたかったけど、さすがにかなわず。まあでも、フラフォー、無理しよう、この。オッケー。さすがにね、壁越しフラフォーは難しいっしょ。はい、もということで、もう一度遊んでいこうと思います。さあ行きますか、中華街、遊んでいこうと思います。そして俺は池江をまだ諦めていない。全体的に練習中なんだな、池江を。池江のその精度、もうキャラクターとかうんぬん関係なく、精度上げとして、いろんなキャラクターで使って、体に覚えさせてる、今。さあ、一旦こっち側来んのか。じゃあ、その普通に、まっすぐ投げれば、もうちょっと一発目の森有効化するできたかな。バツマン、これバツマン多いよ、いいな、正直。バツマン多いとすげえ悩むけど、まあいい。一回ここで使うでしょ。で、そっち側行くよ。この加速しても、いやね、これマジで森、めっちゃいい位置投げてる。全部、どこ行っても、全部ビチャビチャにするわ。ここも、はい、ビチャビチャ。で、そっち側行くしかなくて、ただそっち側は、本体、はい、これボディブロック。縄加速はさせない。で、ビチャビチャゾーン変えてきて、はい、一撃。これ80。オッケー。これもう一回すぐ投げれるかな。この直刺しで、直刺しパターンでいこう。これ湿気不要をさ、しながら、これ締めたい。わー、惜しい。これは、フラホ。よし、オッケー。よし、森間に合わず。森じゃない。縄間に合わず。うわ、あそこ。そんな待ってんの早い、エンジニア。エンジニア、マジで回復早い。とんでもないね。でも、この編成やばいね。普通に回復めっちゃ早いわ。バッツマンで粘着しながら、この後サポート来られたら、ちょっとめんどくさいな。絶対こういう時、ヒボスの方が。いいんだけど、まあ、それでもいい。それでもいいんだ、俺は。こっちが、ここから、投げない。そんだけ狙っといて、ミスるやつおる。いたわ。俺です。なんか、体育使ってるな。でかい。じゃあまあ、いつまで帰ってきて、殴ってもいいけどな。もうこれ、恐怖狙いの位置で行きましょう。オッケー！はい！こういうこと。結局、これでいいわけ、全部。全部恐怖でいい。結局、グレース、特質いらないんじゃない？グレース、特質いらないんじゃない？このキャラクター。普通に足速いし、理不尽読み合い。読み合い場所をなくしてくるし、なんか、椅子いい感じに近寄ったと思ったら、恐怖になってくるしで。最強じゃん。で、ここにはなんと、ねんねしているサバイバーいるから、これ持ち上げて、おい、石器使ったけど、俺はここで一生ぐるぐるしとけば、無理じゃねえ、絶対。あ、いいや、グレースの振り。あ、いや、グレースの、あれ何？風船殴り、こんな早かったっけ？なんか前こんな殴り方じゃなかったくない？こんなんだっけ？たまにハンターの殴りって、モーション変更されてるからもう覚えてないんだよな。まあ、これだったかもしれない。あんまりグレースで風船殴りしたことなかった。いいけど、めっちゃ早い。さすがグレース。なんか終わったな。2連救助狩りで、今んとこ、試合終わるぞ。いや、ここまで来たら全員救助狩りして終わりたいな。3連。エンジニアがもう一回起き上がるから、これ、釣れないから、釣っていけでもいいけど、さすがに揺れ止まったか。結構バッツマン、回復回してたね。回してたけど、さすがに来た。これは多分、エンジニアの起死回生と同時に行こうねっていうやつだから。まあ。あ、乗り越える？あ、思ったより早く行く。いや、待って、エンジニアが行ってる。やばい。ジェット使って、あ、ジェット使ってめっちゃ行ってる。けど大丈夫。ここで、計算通り。ここで、池をね、しっかり使っていけば、もうちょい感度落ちそう。これで、求人、結果的に来れない。で、バッツマンも、チキが、なんか、めっちゃ溜まってんな。70溜まってる。ここで、うわ惜しい。これ、フラホだけ合わせられない。したかったけど、素でかわしてきたな。じゃあ、フラホ合わせるの難しいかも。足元囲いだけで、あとは、仕留めたい。これね、これでいいわけ、結局。オッケー！ 3 連救助会達成。で、あともう一人、
エンジニアを狩れば4連救助狩り、いやサムネイルに3連救助狩りと書くか、4連救助狩り、いやみんなこれエンジニアもさ救助来させなかったから4連救助狩りって書いても怒んない、怒る これ これ4連救助狩りって書いたら怒るかな、みんな。でもほぼ4連救助狩りだよね。ねえ、異形で救助阻止して来させてね、4連みたいなもんでしょ、ミッション保険を張っていく。いや待てよ、このバッツマンももしかしたらエンジニアを起こそうといけば5連救助がいってサムにかけるんじゃないか欲張りいやー欲深いからね人ってね、どこまででも欲張るよこのバッツマンも欲張りプラコ、はい、はい、オッケー、ナイス。はい、まあということで、いや2試合目すごかったな、1回も救助させんかったな。まあということで久々にグレイ使ってみたけど、やっぱ楽しいねこのキャラクターは。まあということで、今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。